おはようございます。どうもくまちゃんです。渋谷にやってまいりました。ただいま朝の6時半でございます。この季節渋谷で何がやってるかと言いますと、ハロウィンです。今回僕が挑戦する企画はゴミ 1g1円、拾ったゴミで2泊3日生活 in 渋谷ハロウィン。テンション低い、ね。まあ言った通りでございます。まあ渋谷のハロウィンといえばね、例年ゴミが大量に道端に転がっていると、ちょっと渋谷のハロウィンで過酷な企画をやろうかなと思った時にですね、こういうことを思いついたわけでして、もう6時半で今ここまでね、まあご覧ください。これトラック、まあ、ここが僕らの拠点になります。拾ったゴミを持ってきて、この量りで測って 1g あたり1円お金を獲得して、まあ朝ここでお金をもらってどっかホテル行くなり、あとはまあご飯食べたりとかっていうお金を全部拾ったゴミだけで稼ぎます。拾ったゴミは 1g あたり1円で換金できます。 1kg 拾えば1000円です。 1kg のゴミってそう簡単に落ちてねえからな。なあ、今もう6時半ですね。この車で今日渋谷まで来たんですけど、見たところですね、あらかたゴミ掃除終わってますって言ってる間にもどんどんゴミが持ってかれちゃってると思うんで、いますで、もうちょっと早く来たかったね。10キロ集めてやっと1万円です。結構僕らこの2泊3日生活みたいな動画やるけど、だいたい1万円ぐらいは常に持った状態でやるのよ。でも今回1万円クソ遠いのよ。10キロだよ。瓶めっちゃ拾うしかねえよ。確かに。寝る場所を確保する、もうなんかビジネスホテルなのか。僕一人でやるんで、まあ拾えるゴミとか限られてきちゃうと思うんですけど、頑張っていきます。とりあえずね、ここもハロウィンの渋谷の範囲内ということにさせていただいて、早速ねゴミ落ちてます。でも早速拾っていきます。じゃあくまちゃんの初日ゴミ拾いタイム。もうなんでこういうの捨ててくのかしら。僕が世界一嫌いな土地センター街に足を踏み入れます。拾ったゴミでさ生活じゃん。重たいゴミとかさ、ゴミいっぱいあるとこ狙っていきたいんだけど、こんな装備して道端のゴミしかとしていくわけにいかないじゃん。確かに。だからこういうの全部拾ってからじゃねえと激アツスポット行けねえんだよ。多分ね、今ねまだね100いってないと思う。100グラムいってないと思う。お宝、お宝見っけたね。やっぱ瓶落ちてんだよ。はい、渋谷のセンター街です。一番散らかってるであろうところが広がってるんで、頑張ってゴミ拾います。えれいことに気づいた。これ1万円分ってことは10キロになるわけじゃん。10キロ持って歩くのきつくね。確かに。え、てかさ、綺麗じゃね。え、綺麗じゃね。ほら、ほら見て、もうゴミ掃除終わったんだよ。こんな時間に来て何してんだよ。そういうことか。本当にあの人たちはすごい。渋谷のハロウィンの翌日、街をきれいにする人たちがいるっていうのはなんかテレビとかで聞いてたけど、やってみてわかるけど本当にすごいわ。だってさ、普通になんか道端のゴミを拾うんじゃないんだよ。人が食い散らかした後、飲み散らかした後を拾わなきゃいけないんだよ。俺鼻くそみたいなのしか拾ってないけど、俺の分何も残ってねえぞ。瓶見っけて興奮してるだけだ俺。やっべえぞマジで。びっくりした。嬉しいね。うん、多分このボランティア活動にお疲れ様ですってことだよね。まあ厳密に言うと今回ボランティアじゃないんですよ。まあ誰かからお金をいただくわけじゃないですよ。でも厳密には僕ボランティアじゃないです。わ、すげえすげえ人たちいる。え、何こりゃ、かなわねえわ。スパイダーマンの格好してるやつにゴミ袋持ってトング持たれたらかなわねえわ。負けたわ。感動した。参った。ダメだ、俺明日もっと早く来て皆さんの助けになるようにもうちょっと頑張るわ。明日は昨日が土曜日で今日が日曜日でしょ。今このタイミングが絶対一番ゴミが転がってると思ってたんだよ俺。でもさ、ご覧の通りめっちゃ綺麗じゃん。明日もしかしたらゴミ落っこってないかもしれないよ。すげえもみけた。ヘンリー、氷結の空き瓶ありがとう狂月。ゴミで喜んでるじゃん、初めて見た。すげえいいもん見っけたぜ。まあ、ちょっとメインだと思ってたセンター街のところよりちょっと外れの方がまあ拾えたんですけど、ゴミもねちょっとね持ってる量結構増えてきてもう重いんですわ。だから一旦もうこれで戻ります。
あのなんだかんだ瓶 2,3 本拾ってるんで、いやもっと拾ってるわ。そこそこいってると思うんだよね。はい、では第1回目ゴミ拾いタイムの成果はこんなもんです。ドン、頼む。あ、結構いってる結構いってる。ほら 2.15 キロ、2150円獲得。すげえ、結構いってんじゃん。燃えるゴミの方も乗っけます。おお、1キロぐらいある。え、今 3.40 キロになってる。よい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 。ということで3400円獲得、おめでとうございます。全然3400円だって全然いいわ。頑張ります。それでは第2回戦いきます。やっぱね、さっきもそうだったけどね、缶瓶ペットボトルだわ、狙うべきは。渋谷の街をきれいにしたいという気持ちは僕にもあります。あ、こっちの方やばいね。え、待って待って、今まだもう7時半とかだよね。ん、ボンツしてんだけど。まだな、今何時？7時42分。え、すごくない？本当にすごいね。すげえいいこと覚えたわ。ここまで歩くので十分すぎるほどゴミ拾ったんで、もう一回戻ります。初代2回目ゴミ収集の結果発表します。今もなんだかんだね30分以上やってたんで結構取れました。たまに燃えるゴミだけ。あ、これで 600g ある。600円か。はい、続いて瓶缶ペットボトル、これめっちゃ取れたよ今回。見てください、あれ 4.114 キロあります。やばい、さっきより瓶めっちゃ拾ったもん。7510円獲得です。やった、7510円。いやでもちょっと待って、今さ一通りやったじゃん。もう割とあらかた片付いてたんだけど、でもなんかこれ半端で終わらせんのちげえよな。半端で終わらせちゃダメだよ多分このゴミ拾い。もうないですってなるまで拾わなきゃダメだ。もう仕上げにかかってる人がいる。ちゃんと床水まいてる。結構駐車場近くの道まで来てるんですけど、通るたんびにあーゴミあるなって思って拾ってきたんですけど、もうないっす。この辺も僕だけじゃなくていろんな人がゴミの掃除をしてくれて、もう綺麗です。これで戻ったら今日のゴミ収集は終了で、本日3回目の計量タイムです。 2.1 1キロ。あ、これで1キロあるんだ。10,740円。いや中途半端でやめなくてよかった。はい、という感じでですね、ゴミ収集終わりまして9時半ぐらいなんですけど、まあ、ヘンリー君とちょっと軽くご飯を食べて、僕はまあどっかしらでまあ休憩します。じゃあですね、休憩場所ネットカフェを入ろうと思います。寝みーも寝る。はい、すっかりですね夜になりました。10時前になってまして、で、満喫の会計が2650円で、持ってた金額と引いて残りが7340円です。で、本当はね、まだずっと満喫の中でゆっくりしてたかったんだけど、せっかく渋谷ハロウィン来てるし、まあ、どんなもんかみたいなのをね見に行きたいっていうのと、まあ、あとお腹が空いたんでご飯は天下一品食べます。やっぱ人すごいね、怖え。いや去年俺よく声かけたな、コスプレしてる人たちに。天一でラーメン食べて、その後のことはちょっと考えます。ラーメン美味しかったです。去年の動画をちょっと見てみたんですよ。ハロウィンで24時間生活するっていうだけの動画であって、なんか特にミッションとかじゃないのよ。だけど頑張って話しかけに行かなきゃって言って話しかけに行ってんのよ。なんかご褒美があるわけでもないのに。正気じゃなかったわ俺去年。全然できないそんなこと。だってみんなうぎゃーってなってるよ。よく頑張ったよ。なんであそこに話しかけに行けたんだよ俺。俺何しよっかな、暇になっちゃったよ。飯食ったら暇になっちゃったよ。なんか知ってる YouTuber さんいねえかな。外出る時の企画でキョンちゃんがさ、ちょいちょいその偶然他の YouTuber さんに会うみたいなのがさ、キョンちゃんはさちょいちょいあるんだけど俺ないんだよね。俺ね、でもねその答え知ってんだ。多分俺あいつより友達少ないからなんだ。つらっ。はい、ハチ公前広場こんな感じでーす。リハーサルコーナーでこんな感じでーす。怖えー。アベンジャーズもいないし特にすることもないんでどこ入って休みます。キングルーの井口さんですか。あ、違います。違います。キングルーの井口さんこんなことしないです。YouTube です。あのキョンクマって言うんですけど。あ、そうそう。あ、知ってるんですか。ガチャガチャって言うのか。あ、まあまあとかとかやってます。何のあれなんですか動画。ゴミ拾って拾ったゴミ 1g1 円で生活してます。
ありがとうございます。頑張ってください。楽しんでください。ありがとうございます。すげえ、初めて。キングヌーの井口さんと本気で間違えられました。で、しかも僕のこともなんか知ってたみたいです。区別ついてないみたいです。そんな人いんだね。マジ笑ったわ。楽しいわ、渋谷。まあ、でも休みます。まあ、やることないんで、すいません。ただいまの時刻、7時で、今、くまくんが渋谷のハロウィン生活2日目らしいんですよ。で、ヘンリーくんからピンチの連絡が来まして、くまくんがこの時間になっても一切起きないと。ダメだ。俺、明日もっと早く来て、皆さんの助けになるように、もうちょっと頑張るわ、明日は。ヘンリーくん、くま起きた？いや、まだ連絡来ない。これやばくない？普通にできないよね。うん、音信普通、電話出ない。ヘンリー、待たされてんの、その間。5時からずっと。ただいま電話に出ることができません。この後も2連していきたいと思います。